鉄道院は、浅田次郎の短編小説、小説すばる平成7年11月号に掲載され、後に同名の短編集にまとめられ、1997年4月に、集英者から刊行された。本校では、映画版やドラマ版、漫画版についても記述する、廃線を間近にした、北海道の元運転路線であるローカル線の、駅長に訪れる幸福を描いた作品。 第16回日本冒険小説協会大賞特別賞短編集は第117回直木賞受賞作で140万部を売り上げるベストセラーとなった。また、1999年に古畑康夫監督、高倉健主演により映画化され、第23回日本アカデミー賞の最優秀作品賞、最優秀主演男優賞など主要部門をほぼ独占した。 浅田二郎は散歩している時にあのストーリー全部が一瞬にして頭の中に降ってきたと語っている。主人公の佐藤戸松は北海道の道央にある廃止寸前のローカル線、ホロマイ線の終着駅、ホロマイ駅の駅長である。鉄道員一筋に生きてきた彼も定年退職の年を迎え、また同時に彼の勤めるホロマイ駅も路線と共に廃止の時を迎えようとしていた。 彼は生まれたばかりの一人娘を病気で失い、また妻にも先立たれ、孤独な生活を送っていた。雪の正月、彼のもとに真っ赤なランドセルを背負った少女が現れ人形を忘れて帰る。彼女の来訪は彼に訪れた優しい奇跡の始まりだった。1997年に鉄道員ラブレターとして NHKFM で放送された声の出演は 下条アトムと菅野美穂、翌年 CD ブック発売、鉄道院の撮影に使用された、キハ47642005年1月9日、関北本線近海駅にて、鉄道院の撮影に使用されたダルマ食堂の建物とキハ4764の保存車体2007年5月4日、根室本線イクトラ駅前にて、高倉県が動乱以来19年ぶりに、 東映映画に出演した作品である、当時アイドル女優として人気絶頂期だった広末良子との共演や映画への出演が初めてであった志村んの起用、坂本隆一による主題歌なども話題を集めた。さらに公開時期に放送されていた北海道の駅を舞台とした連続テレビ小説、スズランと合わせて JR 北海道、JR 東日本による オレンジカードなどの販売、両作の撮影協力を発端に、SL スズラン号運転開始という形で、北海道で蒸気機関車が復活するといったタイアップも実現した。映画版は原作をより大きく膨らませている。本編上の時間軸は、ホロマイ線の廃止とオトマツが退職を迎える寸前の、現代の歳末から正月明けにかけてで、加えてオトマツが改装する形式で、 かつて断交の街だったホロマイに暮らしてきた人々にもスポットを当てている。音松が駅長を務めるホロマイ駅は根室本線のイクトラ駅を改造して撮影された。ただし、街頭駅は終着駅ではなく途中駅であるため模擬の腕着式信号機や車止めを設置するなど、いくらかの細工が施されていた。本線とホロマイ線が分岐するターミナル駅として登場する三寄駅は、 滝川駅で撮影された、ゴシップ誌噂の真相での映画会社社員による、覆面座談会形式の取材をもとにするとした記事では、本作のヒットにより、1997年の、東映作品、北京原人風ある u の損失をカバーできたという記述がある。志村健は2020年12月公開予定の映画、キネマの神様に、主演予定だったが、 クランクインを待たずに救世したため、本作が生涯唯一の映画出演作となった。キャッチコピーは、男が守り抜いたのは、小さな駅と、娘への思い。一人娘を亡くした日も、愛する妻を亡くした日も、男は駅に立ち続けた、佐藤乙松、高倉健保路舞線と共に生きてきた、鉄道員、蒸気機関車の鎌瀧、機関士を経て1977年により、 頃野前駅長を認じられ、退職を迎える。おっかない性格を自負しているが、鉄道員一筋で、寡黙で、部下や同僚を気遣い、音松さんと慕われている。佐藤幸子音松と静江が結婚後17年を経て、授かった一人娘、両親から可愛がられたが、わずか生後2ヶ月で病死してしまう。音松は、仕事から離れられずに最後を見取れなかった。佐藤静江、 大竹しのぶおとまつの妻、おとまつと共に駅を支える存在である。しかし、体が弱く、しばらく子供に恵まれなかった。ゆき子の没後しばらく経過した現在から2年前に、病死するが、おとまつは、ゆき子の時と同じく、仕事から離れられずに最後を見とれなかった。3人の少女、山田咲也、谷口さやか、広末良子現代のおとまつのもとへ、 見覚えがある人形を抱えて現れた少女とその姉二人、音松と同じく佐藤と名乗る。正月休みで遊びに来たと話し、音松は近所にある寺の住職の孫だと思い込んで、いたが、住職からの電話で、娘も孫も帰ってきていないと告げられ、少女が誰であるかを知ることになる。杉浦千次小林年次音松の同僚、互いに、おっさん、んちゃんと呼び合う仲であり、 ホロマイ線の機関紙を経て、ホロマイ線のターミナル駅である、三寄駅長に昇進。退職後は、トマムのホテルへ、JR のコネで天下りすることになっており、おとまつにも優待後の再就職先として、誘いに、正月に、ホロマイ駅を訪れる。杉浦明子、田中良子千寺の妻、おとまつに代わって千寺と共に静江の最後を見取り、 静江の最後を見取れなかった音松を強く責めるが、千次と同じくらい音松の人柄をよく知り、静江の亡き後は、音松の支えになった。杉浦秀夫、吉岡秀隆千次と秋子の長男、音松から、宗房と呼ばれる、滅舞線で高校へ通ったことから音松に、感謝している。JR 北海道の札幌本社で、事務職を務めている、内事より早く、音松へ、 ホロマイ戦の廃止を電話で伝えた、杉浦由美、大沢さやか秀夫の妻、吉岡はじめ、志村剣平山した、筑豊の炭鉱から、石炭が掘れるからと、ホロマイへ移住してきた、機関鉱の炭鉱夫、主壁が悪く、妻と別れており、敏行を満足に育てられなかった、ホロマイ炭鉱の事故に巻き込まれ、帰らぬ人となる、吉岡敏行、松崎俊氏、加藤敏行、 安藤正信はじめの長男。母親が娘を連れて逃げたため、父親と二人暮らし。父親の死後は胸に育てられ、養子縁組したため改正した。イタリアへ数年間料理修行をする。加藤宗、奈良岡智子ほ前駅前で、ダルマ食堂を長く営んでいた店主。はじめが死去したため、年行を引き取り、育ての母となる。近年の過疎化の影響で客が減ったため、ダルマ食堂を畳む。 飯田、中本県ホロ舞線の運転士、ホロイの出身、ホロ舞線廃止後の自分の身に不安を感じていた。その他の出演者2002年1月1日、テレビ朝日系列の新春スペシャルドラマとして、鉄道院、青春編が放送された。内容は1964年、炭鉱が社用機に差し掛かっていた時代のホロイを舞台としており、戦時と初代の結婚式に始まって、 音松が映画館窓口係を務めていた静江と知り合い結ばれるところから原作と同じ結末を迎えるまでを描いている。ドラマでは原作のラストにあたる部分に独自の脚色も加えられた。キャストスタッフ映画公開後に講談者、月刊アフタヌーン1999年9月号に、手長、安匠による長編、コミカライズとして掲載され、同年に単行本化された。 安匠作品集完末エッセイでの長安の弁によれば、原作の単行本刊行時から取材、制作を行っていたものの、すべての原稿が完成してからの掲載となり、時期が映画化後になったとされている。このため、キャラクターデザインは映画版を踏襲しておらず、オリジナルのものである。シナリオは原作に忠実であるが、原作や映画版では早くだった。 現代のホロマイ線の若手運転手である早川の役回りが多くなっている。漫画は原作本来のキハ12型をモデルとして描かれている。収録本鉄道員ポッポ屋に関するカテゴリー、鉄道員、青春編に関するカテゴリー、鉄道員に関するカテゴリー、ありがとうございます。